第55軍は、第2本帝国陸軍の軍の一つ、第2次世界大戦末期の1945年4月8日に、本土決戦に備え、四国を作戦地域として編成された。なお、1945年6月15日から、第55軍司令官は、四国軍管区司令官を、参謀長等も四国軍管区の参謀長等を、兼任した。兵団符号は、友である。 帝国陸軍は高知県に瀬島隆三を派遣して作戦指導を実施させた。瀬島隆三は高知県を九州と共に有力な連合国軍上陸予想地点とみて第55軍の勢力のほとんどを高知県内に集中するよう上進した。1945年4月8日に第15方面軍霊下の野戦軍として高知県高知市に編成された。編成当初は 司令部を市内上等中学校に置いたが、6月末に土佐山田町深海へ移して、連合国軍の四国上陸に備えた。深海は、主戦場の校長平野から、広報平坦基地である全通寺に通じる街道の入り口に位置する山深い天然の要害である。大本営は、連合国軍の上陸地点を太平洋に面した校長平野並びに、スクモワン、入りの海岸、 徳島県の南部海岸と想定し、須崎から物延川までの土佐湾正面の防衛力として、第11、第155、第205の3個師団、四国南西部の四万都市から愛媛県八幡田浜市までに、第344師団、徳島県南部に独立混成第121旅団を配備した。これに、第十五分直轄部隊、約二万人を合わせ、 その総兵力は98,106人に達した。一方、連合国軍は予備兵力であるアメリカ軍第9軍団の上陸輸送船団と護衛艦艇をもって1945年10月23日に高知県中村方面に対する上陸用動作戦パステル作戦を立案していた。この作戦はオリンピック作戦の種目標である九州上陸作戦前に実施し、 日本軍の特攻戦力を消耗させることにあったとされ、共闘補確保を目的とする上陸作戦ではなかった。なお、終戦までに作成された第55軍の作戦命令は、終戦時における処分によって、陸軍省や他軍の発雷艦綴りに収録されているものを除いて、全く現存していない。わずかに、戦時中に処分された資料の保管または、 連合国軍の命令によって作成されたと思われる、土佐湾正面及び、四国南西部の部隊配置図図面2枚が、防衛研究所資料室に所蔵されているが、その図面も、また、いつ、誰によって作成されたかは不明であり、その記載には、多くの不明点や疑問点があることを、今日複数の研究者が指摘している。また、近年、第55軍作戦参謀であった。 川内実氏が所持していた資料が確認されている。この資料は、四国防衛に関する説明資料、1949年10月17、棋肥西原育帯英文で、現時点で確認できる、最も詳細な四国防衛計画である、気候部隊公平部隊平坦部隊。ありがとうございます。